茶部屋は、1860年代から1930年代の、日本において、日本在住の外国人や、外国船の船乗りを相手にした、曖昧宿の続称。横浜独自の売春宿と言われることもあるが、函館や神戸など、他の港町にも存在していた。また、食事やダンス、社交など売春以外の目的で遊びに来る客もおり、必ずしも、売春宿とは言い切れない。 語源には諸説あり、英語の軽食や CHOP ハウスがなまったものという説が有力。他にアメリカ式中華料理を指すチャプスイが語源という説もある。1階はダンスホールとバーカウンターでピアノの生演奏や SP レコードによる伴奏があり、2階に個室が並んでいた。横浜の茶部屋が特に有名で中区本木の小港地区及び、 石川町の大丸国に集中していた。特に有名だったのが小港の清ホテル。谷崎純一郎は1920年に横浜に今を移したが、横浜で初めの住居となった本木宮原883は清ホテルのすぐ隣であった。この清ホテルの女給メリケン・オ浜はかなりの売れっ子で語り草になるほどだったという。 1864年に結ばれた横浜居留地覚えが気により、横浜の山手、根岸、本木地区を結ぶ外国人遊歩道が建設された。その道沿いに16軒の茶屋が作られ、女性が対応したのが始まりとされる。その後、山下町の前田橋付近を中心に、外国の船員相手、商人相手の 曖昧宿が軒を連ねるようになったが、関東大震災で壊滅。震災後、本木の小港地区と震災の被害を受けなかった、石川町の大丸国の2カ所で、あくまでホテルという建前で営業を許可された。第二次世界大戦直後に若い新中軍兵士を相手にする観楽街として再興したが、戦前とは別物と言えるほど様相が異なったという。遊郭同様、 最終的には売春禁止法の施行で消滅した。大正から昭和初期にかけて、ジャズは聴く音楽ではなく、踊るための音楽だった。ダンスホールではバンドが演奏していたが、蓄音機やピアノの伴奏で、ダンスが踊れる場所として、茶部屋が存在していた。市中のダンスホールでは10枚綴りのチケットを買い、ダンサーと呼ばれる踊りの上手い女性たちと、ペアで踊った。 チャブ屋ではビールを一本買えばチャブ屋の女と好きなだけ踊ることができた。ダンスホールは夜半に閉店してしまうがチャブ屋は明け方まで営業しているためダンスホールとチャブ屋をはしごする者も,もいたと言われる。一般的な日本人が出入りする場所とは言えなかったものの洋楽やダンスの愛好家の間ではチャブ屋の存在は口コミで広まっていた。ジャズや映画の評論家である 植草寺日は、まだ独身だった。昭和10年代、茶部屋に10日間泊まり込み、ジャズひたりになったことが何度もあるという。後年、茶部屋で聴いた洋楽がジャズへの愛の入り口となったと、10回している。港の人々、谷崎純一郎、15の横浜、高群伊門号ジャズの町、横浜情報誌、no. 上法師、遊林ナンバー 443P1、植草寺日生誕100年企画第1回。 ジャズ、ウェブマガジンいいデイズ、いいデイズ。ありがとうございます。